一瞬でファンを取り込み、ヒラノ仕様の新たな髪の色に隠された衝撃的なメッセージ。ヒラノ仕様の秘密公開。驚愕の髪の色変わりかに隠された真実とは昨日、HIGHSNOBIETY Japan にヒラノ仕様の写真が載った際、一番気になったのは髪の色で、いつもと異なりヒラノ仕様の髪の色はピンクがかったメタリックカラーでした。ヒラノ仕様の髪型の理由を一緒に調べてみましょう。 平野紫シさんはこれまで様々な髪型や髪色を変えてきましたが、その度に SNS がざわつくほどの人気ぶりです。確かに彼は非常に有名な人物であり、彼の一挙手一投足が特別な注目と注目を集めています。そして今回の彼の髪の色と髪型は同じです。平野紫シはちょっとしたことでリフレッシュする方法を常に知っています。歯と髪は人のようであるため、髪も顔の最大のハイライトです。 たとえ美人でも髪が手入れされていないと目立ちにくいです。しかし今日、よく見てみると、いつものように彼の見慣れたメタリックな髪に毛先が薄いピンク色になっていることがわかります。多くの人も彼の変化に気づいていますが、それを見極めるには非常に慎重でなければなりません。髪の色が少し変わっていて、メタリックな背景にピンクがかった色が加わり、翔くんの顔がよりバラ色になり、より生き生きとしたものになっていることがわかりました。 いやー平野紫耀さんのこの繊細さは本当に尊敬します。しかし、私は疑問に思っています。彼はそれを染めたのか、それともスプレー接着剤を使用したのか、それともこの問題を妨げるためにフォトショップを使用する別の方法があるのでしょうか。短期間に何度も髪の色を変えるのは、平野の髪を痛めるので、おすすめできません。ショーは彼の忠実なファンです。視聴者のためにあまり犠牲にしてほしくないですが、 彼はそうしています。観客が満足する限り、彼はどんな困難にも耐えるつもりだ。また、一時的なカラースプレーを使用したというコメントもありましたが、これが本当であれば髪も傷まず、より完璧な姿で視聴者に見てもらえると思いますので、翔くんに読んでいただければと毎日思っています。フォトショップを使うという考えもありますが、 それもありかもしれませんが、しょ、くんはそれほど面倒なことはしたくないので、それはしないと思います。髪のいるつとっても、平野紫耀君くんの一番丁寧な姿をファンに伝えたいと思っていて、小さなことからの考え方や行動がとても好きで、私だけじゃなくて、ますます好きになりました。彼は愛していなかったり、かのことを知らなかった人たちも、いつの間にか彼の熱心なファンになっているのです。 この髪の色の変化がもたらす社会的な影響にも注目が必要です。ヒラの仕様のファッションやスタイルは多くの人に影響を与えており、彼が挑戦する新しいスタイルは若い世代に新しいトレンドを生み出す可能性があります。彼のファンだけでなく、知らなかった人たちも彼の魅力に引き込まれ、ファッションや美容に対する新たな興味を抱くことでしょう。ヒラの仕様の髪の色がもたらす変化は、 単なる外見の変更以上の意味を持っているかもしれません。彼のファンやファッション愛好者にとって、これは新たな冒険への誘いとなることでしょう。最後に、平野紫洋が髪の色を通じて伝えようとしているメッセージに耳を傾けることも重要です。彼のファンにとって、これは単なる髪の色の変化以上の、彼の個性や思考の一端を知るチャンスかもしれません。彼が提案する新しいスタイルや変化に、どのような意味が込められているのか。 ファンは興味津々で追いかけることでしょう。